どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、先日の JAL の、コロナウイルスの特別措置を受けてですね、ま、今すぐにはね、こちら JGC 修行をね、まあできないと思うんですけども、まあ、7月までっていうね、期間の中で、JGC 修行ね、まあ、検討されている方いらっしゃると思いますので、本日はね、JGC の、特典、まあ、JAL グローバルクラブの、特典をね、紹介していきたいと思います。まずね、この JGC、JAL グローバルクラブなんですけども、まあ、これどうやってなるかっていうこともね、まあ、軽く説明させていただくと、1月1日から12月31日の間に FOB ポイント、フライオンポイントって呼ばれている、マイルとは別に貯まるポイントを5万ポイント、このうち、まあ、2万5000は JAL 便っていう制約があります。まあ、これを獲得する。もしくは、JAL の飛行機に、50回搭乗する。括弧、1500、フライオンポイントは、獲得しなきゃいけないっていう制限があります。まあ、こちらどちらかを、達成するとですね、上級ステータスに獲得することができるんですよね。で、この5万 FOB ポイントを、まあ、貯めるとですね、まあ、ステータスがサファイアっていうステータスになります。で、サファイアのステータスになって、まあ、初めてね、この JGC、JAL グローバルクラブに申し込めるっていう形になるんですよね。で、この一度ね、このサファイアに達成して、まあ、JGC に、申し込むことによって、まあ、今の制度のままであれば、永久的にね、JAL のね、上級会員でいることができるっていう仕組みになっております。で、この JGC はですね、まあ、ANA のスーパーフライヤーズカードと同様に、クレジットカードに、まあ、付帯する特典というふうになりますんで、JAL のね、クレジットカードが必要になります。ですので、まあ、できればね、使用する前に発行していただけたらなと思うんですけども、まあ、もちろんね、使用した後にね、発行していただいてもいいんですけども、まあ、この JGC 修行する上でですね、まあ、ある程度 JAL でね、決済すると思いますんで、まあ、個人的には、まあ、JAL のクレジットカードを作っておいた方がいいのかなっていう感じですね。で、この JGC に切り替えができるクレジットカードは、普通カードではダメで、クラブ A クレジットカード、年会費1万円の、クレジットカードですね。こちら以上のね、クレジットカードが必要っていう風になっております。クラブ A クレジットカードを保有して、JGC 修行を行って、JAL グローバルクラブ JGC に申し込むことになります。そうすることで年会費1万円のクレジットカードを、まあ、年会費として払うと、もう永久的に、ね、上級会員でいられるっていう風になるわけなんですよね。で、この JGC っていうものと、JGC プレミア、まあ、これ JCC の1個上なんですよね。それとは別に、クリスタル、サファイア、ダイヤモンドというふうに分かれてまして、このクリスタルが、3万 FOB ポイント、サファイアが5万 FOB ポイント、ダイヤモンドが10万 FOB ポイントっていうふうになってまして、この JGC プレミアっていうのは、このサファイアとダイヤモンドの間にあるステータスで、8万 FOB ポイントでなることができます。JGC 自体にはですね、このサファイア以上になること、なれるっていうふうに、まあ申し込めるっていうふうになっております。それではですね、この JGC の特典ね、解説していきたいなと思うんですけども、まずはじめに、予約専用デスク。まあ、JAL のね、ステータスを保有していると、まあ専用デスクがね、利用可能っていうことで、まあ一般のね、会員ステータスの人と、まあデスクが分かれるっていうことで、待ち時間がね、短くなったりいたします。次に前方、座席、指定サービス。まあ、こちらは、足元の広い座席とか、すぐね、出られるようなね、前方の座席などを、まあ、上級会員向けにね、確保してるんですよね。ということなんで、まあ、こちらが利用できるっていう感じです。次に、専用チェックインカウンターとファーストセキュリティレーンっていうことで、まあ、JGC のね、チェックインカウンターっていうものが併設されております。プラス、保安検査場ですね。見たことある方多いかと思うんですけども、こういうステータスを持っているとですね、一般の保安検査場とは別に、まあ、専用のね、保安検査場が利用することができます。次に、JAL 桜ラウンジですね。やはり私的にはですね、このステータスを取ってね、一番利用したいっていうところなんですね、ここなんですよね。JAL の場合は桜ラウンジっていう名前になっておりまして、
こちらね、国内線の場合は、まあ、飲み物と、まあ、おつまみ程度なんですけども、国際線のラウンジはですね、ビジネスクラスラウンジっていう風になってますんで、食事、アルコール、シャワーといったね、サービスがあるわけなんですよね。私もですね、この JGC をもし取ったらですね、ここがまあメインでね、ちょっと利用したいなっていう感じなんですよね。基本的にこちらはまあ制限エリア内にありますんで、出発までね、まあ、ゆっくり過ごせることができるっていう感じですよね。次に、優先搭乗ですね。ステータスによってね、搭乗の順番が分かれておりますよね。まあ、航空会社は基本的にあるんですけども、まあ、JGC の場合は、2番目っていう風になりますね。次に、手荷物プライオリティパッケージサービス。まあ、こちらは、手荷物がね、早く出てくる。まあ、タグみたいなのつけられて、まあ、早めにね、出てくるようになります。ですんで、国際線ね、到着時とかには、まあ、一般のステータスを持っている方よりかは、早くね、手荷物が出てくるようになります。次にですね、ワンワールドの、この JGC の、ステータスがね、まあ、利用できます。まあ、基本的に内容はですね、JGC とサファイアっていうのは、まあ、ほとんど一緒のサービスになっておりますんで、まあ、こちらが、まあ、JAL のね、運航便でももちろん使えますし、まあ、世界にあるね、ワンワールドのグループに入ってるね、航空会社の、サービスで利用することができます。キャセイパシフィック、ブリティッシュエアイズ、フィンエア、マレーシア航空などね、まあ、そういうところで、まあ、JAL のね、グループ便であれば、まあ、ワンワールドのグループ便であれば、まあ、ラウンジ、優先搭乗とかね、そういうサービスが、まあ、同様に受けることができます。次にね、家族カードも、JGC で発行することができるっていう点ですね。まあ、こちらもですね、かなり、大きいメリットなんですよね。ですんで、ANA の同様ね、JGC っていうのは、家族カードが発行できるんですよね。まあ、仮に私が JGC 修行して、まあ、完了してね、JGC に申し込むとしますよね。まあ、そこで、家族カードを発行すると、まあ、私の妻も、JGC 上級会員でね、扱われるっていう感じになるんですよね。まあ、これが何がすごいかっていうと、仮に私が行かないで妻だけ旅行に行くっていう場合でも、JGC のね、本会員と同様のサービスが受けることができるんですよね。これがやっぱりすごいですよね。妻はね、全く修行してないわけじゃないですか。ですので、家族カードを発行する人はですね、全く修行せずに、この上級会員の特典がね、まあ、受けられるっていう風になるんですよね。でも一つだけね、注意点があるんですけども、まあ私 ANA のね、今ダイヤモンド会員で、まあスーパーフライヤーズも持っているわけなんですけども、ANA の方はね、家族カードは結構値段差、低いんですよね、年会費が。一般カードで言うと本当に半額ぐらいまでね、まあ、下がるような感じになってるんですけども、この JAL のね、JGC はですね、本会員が1万円なんですよね。で、家族会員も1万円なんですよね。ですので、夫婦でこの JGC のまあ家族カードと本カードを持っていると、毎年2万円のね、年会費がかかってしまいますんで、まあ、その点だけはね、ちょっと頭入れといていただけたらなと思うんですよね。でもこの特典を修行せずに利用できるって意味ではコスパはねかなり高いと思いますんで、海外旅行よく行かれる方はね全然元が取れると思いますんで、まあ一応ねその点だけは覚えておいていただけたらなと思います。次にですね、先ほど説明したステータスのところで説明させていただいたんですけども、 JGC にはですね、 JGC プレミアっていうね、もう一個上のねステータスがあるんですよね。まあ、こちらもですね結構人気なんですよね。でこれ何がいいステータスかっていうと、まあ、このサファイアっていう5万プレミアムポイントに行くと、JGC をまあ申し込めるわけなんですけども、こちら8万 FOP ポイントまで貯めるとこの JGC プレミアっていうね、もう一個上のねステータスになるんですよね。まあ、こちらに行くと JAL のねダイヤモンドプレミアラウンジっていうラウンジが利用できるのと、JAL の国際線のファーストクラスラウンジが利用できるんですよね。すごいですよね。ファーストクラスラウンジですからね。で次に、ワンワールド最上級のエメラルドステータスが付与されます。まあ、こちらね、もちろん1年間だけなんですけども、これね、すごい特典ですよね。
エコノミークラスに乗ってても、まあ、ファーストクラスの、ね、ラウンジが利用できるような、ね、そういうサービスになってるんですよね。 ANA の場合は、ダイヤモンドでもスターアランスゴールなんですけども、まあ、JAL の場合はですね、このエメラルドっていうね、最上級の会員が、まあ、付与されるわけなんですよね。だから海外とかで、ラウンジでね、ワンワールドの最上級の会員でしか入れないラウンジとかも、このワンワールドの、エメラルドっていうね、ステータスを持っていると入ることができちゃうわけなんですよね。うん、いいですよね。まあ、こういう感じでね、JCC のね、特典があるっていう感じです。いかがだったでしょうか。今回はですね、JGC の、特典をですね、紹介させていただきましたけども、JAL のね、コロナウイルスの特別措置で FOB ポイントがね、まあ、2倍っていう発表がされておりますので、まあ、今すぐね利用できないっていうのはもちろんあるんですけども、収束のね、見込みが立ったらですね、 JGC のね修行費用も、まあ、半額ぐらいでね、利用することができますんで、ちょっとね私も考えているところなんですよね。まあそれに先駆けてね、ちょっとね今回 JGC の特典ね、まとめさせていただきました。まあもしねこれから JGC 修行をね検討されている方はですね、参考にしていただければなと思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。